奪おう。皆さんこんばんは。あ、フランが来る。狼大好きフランに頼みたいことがあって呼んだんだぜ。狼大好き？今日はフランじゃない。面倒だからフラン役になってもらおう。フラン待ってくれ。フランソワ見っけ。フランにフランソワが見られたぜ。あ、もしかしてそれが言いたいがためにフランを登場させた？今のは言わなかったことにしてくれないか？フランにフランソワ？聞かれてたな。新しい子だね。フランソワのことはさておきフランちょっと来てくれ。事情があってバラ園のオーナーロボさんを引き取ってほしいんだ。フラン、チーフじゃないけどいいかしら？フランね、ロボさんも狙ってたんだよ。それは助かったぜ。それとね、あともう一人。フラン、ロボさんに話しかけてあげて。わーい、ロボさん。うまくスカウトしてくれよ。ねえ、ロボさん、私の幻想島に引っ越してきてほしいな。ロボさんがもじもじしてるわね。この反応は幻想島に引っ越すことを決めたのかな？大丈夫そうね。マリサ・フラッペさんもいるから幻想島に遊びに来てね。私のフラッペさんが？ウリチがあった時に勝手に引っ越してきてたよ。フラッペさんに会いたいぜ。ロボさん、新しい場所でも幸せに暮らしてくれよな。絶対に忘れないぜ。時々会いに行くものね。次の日。こんばんは。なんだぜ。今日の幻想島は流星群の日なんだよ。マリさんも来てるのね。この後離島ガチャをするから流星群にいっぱいお願いしてやるぜ。忙しいのに遊びに来てくれてありがとう。帰る前にフラッペさんとロボさんに会ってあげてね。フラッペさんとは長い付き合いだからな。二人ともフランの親友だよ。さあ願い事を聞いてくれ流星群よ。ブーケさん、ビンタ、それとクリスチーヌが離島ガチャで出ますように。私の願いはジャックさんだけよ。マリサの希望の住民より先にジャックさんが出ますように。みんなそれぞれ願い事をしたか？フランはね、ジュン君が来ますようにってお願いしたよ。私の願いは3つ。流星群に誘ってくれてありがとうございますなんだぜ。タコリーナの代わりに来たということだから、この家にフラッペさんが住んでると思うんだが。まだ起きててよかったわね。それじゃあ探しに行くか。フラッペさんの足が見えるぞ。フラッペさーん。忘れるわけないじゃないか。あ、また遊びに来るぜ。モモウモじゃないのね。フランがフラッペさんの口癖をモモウモに変えるからね。フラン頼んだぜ。次はロボさんね。この見慣れた外観、まさしくロボさんの家だぜ。お邪魔しまーす。ロボさーん。私の話聞いてくれよな。ロボさんもマリサのこと覚えてた？フラッペさんもロボさんも私のこと覚えててくれたぜー。マリサよかったね。フラッペさんとロボさんはフランが大事にするからね。霊夢ジャックさん頑張ってね。ありがとうフラン。私はビンタかブーケさん、それにクリスチーヌが来たらスカウトするぜ。絶対に負けないんだから。それじゃあ私たちはこれからいっぱいガチャを回すから、おいとまするぜ。フラン、マリさんありがとう。やってまいりました。大人気コーナー、霊夢ちゃんの離島ガチャ始まり始まり。大人気コーナーは否定できないぜ。霊夢ユナさんにもらったマイル旅行券は残り7枚なんだぞ。前回4枚でフランソワを引いてるんだから楽勝でしょ。7枚でジャックさんを絶対引いてみせる。霊夢の強運信じてるぜ。ちなみにジャックが出る前にブーケさん、ビンタ、そしてクリスチーヌが出れば即終了だぜ。その3人が出たら強制リセットしてやるわ。ジャックは次回の離島ガチャでもいいだろ。それまで待てないわ。キッズさんね。袋に入ってるのがキッズ？それともあなたがキッズ？2連目、トムソン。将来の夢が社長。3連目、くるぶし。漢字で降格。4連目、ライオネル。スカウトする？ライオンは絶対嫌だぜ。5連目、マリサ。マリサ、タコヤくんは人気住民だな。人気住民の波が来てるわね。マイル旅行券は残る2枚だ。頑張れ霊夢。
6連目、貫禄。やばそうな傷がついてるわね。グッドラック。これで霊夢がユナさんにもらったマイル旅行券最後の離島ガチャだな。動画のことを考えて見せ場は最後に撮ってあるのよ。すごいゴリラがこっちを見ているな。霊夢の離島ガチャはアランデ爆死という最高の結果で幕を閉じた。こんなの絶対認めるか。マリサマイル旅行券を40枚よこしなさい。なんか勢いで霊夢に託すことになったぜ。絶対ジャックを引いてくれよな。マリサの旅行券だからブーケさんやビンタ、クリスチーヌを引いてもスカウトしてあげるわ。霊夢は優しいな。離島に行った時にどんな住民がいるのかドキドキがたまらないのよね。霊夢それはガチャ中毒の前兆だぞ。次は誰を追い出そうかしら。もう追い出しはやらないぞ。今回はいろいろあったからロボさんを引き取ってもらっただけだぞ。はいはいわかりましたよ。じゃあこの40枚で離島ガチャを楽しんでやりましょう。グッドラック。それじゃあこれから霊夢ちゃんの離島ガチャ、後半戦を始めましょう。後ろ姿でもうスカウト候補じゃないのがわかったわね。でも一回は話しかけてくれよな。まあしゃあねえな。8連目、モーリス。森平楽器のギター。9連目、銀閣。金閣の相方。10連目、てっちゃん。鉄道ファンの愛称。11連目、マリサの好きなウサギ住民よ。可愛い子ならスカウトしたいぜ。ああ、ピーチ姫を助けそうな顔ね。次の離島へどうぞ。12連目、ああ、鮮やかーな。13連目だな。13なんて私たちにとったら特別な数字でもなんでもないわね。今回もレアな島とか引いてないな。ここは渦巻き島かしら。今なんか見えたぞ。どうしたのマリサ？霊夢の影に隠れてたけどこの子はまさしくフランソワの相方。またなの。私がマリサの好きなウサギ住民を引いてしまったの？ありがとう霊夢、私のマイル旅行券を託してよかったぜ。今回は仕方ないわね。マリサの旅行券だもの。ということで今回スカウトするのは、フランソワの相方クリスチーヌでした。ジャックさんは次回にお預けね。今日託したマイル旅行券は次回の離島ガチャで使ってくれよな。ありがとうマリサ。日付が戻ったことだしいつものククリン島でスローライフを楽しもうじゃないか。ラムネさんが？私のジュン君に何してるのよ。早いところラムネさんを追い出さないと大変なことになるわね。絶対追い出すわけないだろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録すると離島ガチャの運が少し上がります。次回も見てね。もももー。